湘南ベルマーレの平岡太陽です。まずはインサイドのツータッチのドリブルをします。次はアウトサイドのドリブルをします。このドリブルのポイントは、1つ目は一定のリズムでドリブルをできるようにしましょう。2つ目は慣れてきたらボールだけじゃなくて顔を上げて周りの状況を見ながらドリブルをできるようにしましょう。上達するためには楽しみながらすることも大事です。そして何よりも一生懸命毎日頑張るということ、それを忘れずに頑張ってください。